時間。イエーイ。今日も始まりました。寮のみんなといい時間。虹枠もやって、まあ、実はね、今日2本撮りなんですね。もうネタがありました。今日、レクチャーしてもらってからネタなんていくらでもあるし。はい、スタジオライフワークの久我井です。よろしくお願いします。そしてなんとスタジオライフワークの杉山です。イエーイ。そう、新入社員。今回ね、初ラジオ出演ということで緊張してますか？はい、緊張してます。スタジオライフワークに入ったのか、1月からスタート。コピーがね、またばかり。若い新入社員が来てくれた。この番組ではメッセージをお待ちしています。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までお送りください。 FM コザでは YouTube、ツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、こちらもお楽しみください。この番組は合同会社スタジオライフワークの提供でお送りします。素晴らしい風が。寮もどんどん年配になっていくな。昔は思ってた。父さんより年下。まさかこんな時が来るとは。これからどんどんやる。今日はもう、まあ、新入社員の富山さんが出てくれたので、亮さんから第1弾に続いて第2弾、さっきはね、ジュアンさんの行きますか。それでは何か質問をどうぞ。18の頃、富山さんは何をしていましたか？18は、高校卒業後、家を出たくて。まあ、18年出たいよね。出たい時期だった。出たくて、東京に就職で行きました。すごいね、出たいからって東京、大変だもんね。大阪はダメですって言って。大阪も東京も一緒な感じするけどね。そうですよね。
ました。東京で働いてます、そこから。東京は、ね、どこかな、23区内。23区ですね、江戸川区。江戸川区は何があるの？江戸川区は何もないです。なんていうんだろう、若者が集まる街とか、年配の方が集まる街とか。下町のイメージだった、江戸川区。下町か。沖縄市で行ったらどこに近い？沖縄市だった。あ、じゃあ。沖縄市だった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 。なんもない。まあ、よかつに失礼だけど、なんもない。そっか、ないね。じゃあ。よかつ、ちょっと下ぐらいで。なんか、うまじの話したらテンション上がってる。東京ね、東京で働く勇気がなかったら、18の時に行ったの。岐阜、愛知だったけど、東京はなかったな、選択肢に。りょうさん、就職できるんだったらどこにしたい？愛知。あ、トヨタ。まずはトヨタに振り込みして。トヨタ社長。工場地帯。まあまあ、それだったら寮の。デザインの才能も生かしきれるかなっていうあれで。まあ行きたいと思いながらもう30になっちゃったから。そう、すぐだよ、30歳。東京で何の仕事をしてましたか？東京でも介護の仕事をしてました。介護はすごい若い人みたいな。そうですね、どうかな。東京にいた時は、はい、おじいちゃんおばあちゃん。あ、そうです。おじいちゃんおばあちゃんずっと、うちに入る前まではずっとおじいちゃんおばあちゃんの会話で。どんなだよ、今、まあ、生活解放障害者の。違うところ、そんな場合は食べなかった。確かに、難しい。運用の仕方とか難しい。なんか向こうはおじいちゃんおばあちゃんもう孫に、まあそうだね、何か面白いことがあるか。2箇所目ぐらいの時は、
認知症の入院のところにいたので、なんかもう、楽しかったです。何が何だかって喋ってても自然みんな違うこと喋ってるでもなんか楽しそう自分の喋りたいこととか喋って楽しんでる今日ね面白いとこいっぱいあるはずね楽しかったんじゃないあんまり外に出てない。いや、楽しかったです。よく行ってた場所とかある？よく行ってた場所。今日はディズニーが近かったんで。ディズニーランド。すぐ歩いて行ける距離でした。いいな。行ってみて。住んでるってたわ。便利だけどね、難しくない電車。何だと簡単かもしれない。そう。電車が駅一本だ。駅って全部。あ、そうなんだ。駅員さんがついてってくれるんだ。チケットか、じゃあ、まあ、駅員さんのとこで買って、で、そのまま何番ですよって一緒についてってくれる。じゃあ、こいつを電車に買って行って、駅まで連れて行ってくれる。駅まで連れて行って。今度、駅に買うのも、すごい優しい。そうなんだ。たまたま昔に行った時に全然もう電車の乗り方とかが分からなくて駅員さんに聞いたけど、その時は外れ聞いちゃった。めちゃめちゃ冷たくされてしまったから、そんなんって言われても分かんないよと思って、もう一回聞いてたけど、なんかちょっと機嫌悪そうとか、もういいですって言って終わったりとか。たまたまだね、きっと。でも、でも、か。一旦 CM です。
ありがとうございました。富山さんは ここでの、まあ、スタジオライフワークでの仕事はどんなことしてるんですか？今はミサンガで、ルーダーを作ったりとか、小物作りが多いですね。あとは、建築とか、そういうの、建築素晴らしい。しちゃってますね。パソコンはもともと強い食わない強いの食わないですすごいな、まあ、そんな強くないのに、まあ、若いから吸収も早いのかじゃあ、まあ、代表の教え方がいいんですね。小物もね、まあ、利用者の方と上手に作ってるんだけど、もともと手先は器用な方だと思う。もともと普通だと思ってます。ここに来てから。できるんじゃないかなって思って、小物作りの好きだからね、利用者の方って。アイディアがめちゃくちゃ作れるので、ハードルがちょっと上がりつつあるから怖いけど、頑張ってます。うん、ギャップ。うん、ギャップ。うん、ギャップ。アイディア。逆に難しいこととかありますか？難しいこと。難しいことは、調べることができたらね。なんかまあ調べる大切だからね。調べることが分からないことばっかりだから自分に行きます。でも、はい、一番考えられたことは、なんか、厳しくしました。
3色ぐらいに抑えてる。あ、これはもうファッション業界、ファッションっていうのはファッションコーディネートとかもなんか3色ぐらいに抑えた方がいいっていうのが、それと一緒なんだ。じゃあああ、色が綺麗に見えるんだ。だけど、この3色の中で全く違う色とかでもよく見える。同系色の方がよく見える。同系色だったら、あ、落ち着いた印象。明るくなるわけな。カラーコーディネーターの勉強とかもしたしてないですね。まあ YouTube で勉強できるからね、何でもね。眠るときに見たら眠れなかったよ。はい、デイサスタジオライフワークでは2022年1月より新規事業として就労継続支援 B 型スタジオライフワークをスタートしています。今後は現在稼働中の生活介護デイサービスに加え、就労支援も開始していますのでよろしくお願いします。弊社では引き続き利用者の募集しています。皆様の周囲やお知り合いの方で自分を生かすための場所を求められている方、チャレンジされたい方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。当社のホームページ、Facebook、インスタも公開しております。さらに YouTube 動画もアップしておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。YouTube ね、YouTube 動画、今カメラさん作ってもらってるんですけど、まあその作ってくれる影響とかも面白く作ってくれてね、最近県外の方なんですけど、あのとても嬉しいお言葉もいただいたので、ね、マジか、そうだね、知らないね。後で聞いてね。なあ、赤嶺さんがこんなやってうまく作ってくれるので、まあ、県外から嬉しい言葉をいただいたり、あと他の利用者もね、動画作ってみたいということでいろいろやってくれてるので嬉しいですね。ね、あのまあ4月1日から新入社式もして、今年度3名の利用者生活介護の方で増えたので、まあその方たちにも一緒にチームとしてやっていきながらいろいろチャレンジしてもらって、まあいずれラジオにも出てくると思うので、はい、楽しくやっていきましょう。はい、どうぞ。今日もありがとうございました。それではまた来週。さようなら。